ね、ね、だよね、ね、あれとりあえず前の方向よ、とりあえず。じゃあ、あと3歩前行きましょう。行きますよ、せーの、歩幅人それぞれだね。多分、まあ、わかんない、銀河的には、うん、そのイントロ聞いて、うん、みんな勉強して、うん、サビ多分行った時にはみんな大合唱できると思う。銀河的にね。誰？銀河 DJ です。行こうか。うん。Hop, step, jump. みたいに単純にはいかない。
どうしたんですか福山さん、1曲目え、あれえ、今何曲目ですか今、2曲目が終わったところですえどうしました記憶がない記憶がないそういうキャラ設定やねん今日、バック DJ をしてくれてる天才トラックメーカー、兼、動画クリエイター兼、ラッパー兼、マゾヒストの、ソラビーステ作手、お笑い芸人兼ラッパーの福野さん拍手仕返ししてきたな福野さん、ちなみにツイッターのプロフィール1ヶ月前から、うん、DJ のとこを銀河 DJ にします。うーわ、何その俺にしかわかんないやつ。帯同6周年、そして、オペイクさん、ブルーアップルリリースおめでとうございます。拍手職業病ってあるでしょ、職業病。ピザも食べたのよ、ピザを。ピザ食べて、うわ、久々のピザだと思って。ピッツァなんだろう、ピッツァ、ピッツァ、ピッツァのピッツァってね、口から出たのよ。うわー、なんか切なくなって。こんなしょうもないことを言うようなやつになったかと思って。でもね、職業病だからしょうがないなって思って、ツイッターにつぶやいたら、こいつがね、曲作りましょうって言われて、3日後にレコーディングした曲を今からやります。いきます、ピッツァ。食欲スイッチやるぜ、レッツゴー。ピッツァ、ピッツァ、ピッツァ、一体いつ以来のピッツァかな。そんな感じだからワクワク、心の中じゃ何回もブラブラ。そんなことを抑えつつ向かうは味は保証付きの先生。まずはスマホで予約注文、不足はなさ用意しろと手で受け取って足早に家に向かおう。途中でコンビニで必須のコーラも買おう。そして家に着く、鍵開けるのにさえもたつく。よっしゃ突破、どんな問題。ピッツァ、ピッツァのピッツァ。女とピッツァで男は子供になる、うん、たっぷり味わう。箱パン食べパンもいいけど、やっぱピザッパが盛り上がる。インスタ映えとか消費しかしてないよ、バカども。ライフはピザのよう、トッピングお任せ、ストリップ音楽ワーカホリック。とろけるチーズはきつのよう、このリズムで袋と遊ぼう。 LA で食った久々のピッツァ、限定トッパーゴルゴソーラ。 My name is ソーラ。ピース本場の味なんて食ったことないけど、ナポリの味もまるが無理。どうも、すみませんでした。おい、謝んな、謝んな。ちょっと喋っていいですか。どうぞ。今日、このステージ、久々にこう、人の前で何かをやるっていうのをやってるんですけど。久々のピッツァじゃないけど、そこは邪魔すんだね。オペイクさんのリリーパーなんで、今回、アルバム僕が全部ビートやってるんですけど、今楽屋にいるのかな、画面越しにオペイクさん笑顔になったらいいなと思って今日ステージに立ちました。皆さんこの後楽しみにしておいてください。終わりみたいじゃんバカ野郎、デザートは最後取ってあるな。ありがとうペイクさん、めちゃくちゃお世話になってるんですよ。ご飯おごってもらったりとか、ご飯おごってもらったりとか、ご飯おごってもらったりとか、いろいろしてもらってて盛り上げて、ペイクさんに渡そうと思って今日秋曲だけ持ってきたんですよ。で、去年ね、去年の12月6日にここで帯同レベルアーティスト全員揃って今日みたいな感じでライブしてるしたんですけど、その時にですね、僕CD を売ってたんですよ。まきめで喋るね。CD をよく売ってて、ありがとう、ありがとう。あー、鳴りやまないなこういうのね、入れるからダメなんだよね。それでCD 売ってて、で、結構ね、興奮気味の男の人が僕のとこに来て、CD くださいみたいなって来て、僕は好きでしたって言われたんですよ俺の記憶だよね、僕の記憶ではみんな盛り上がってたと思うんだけど、その人は周り見て、あれ俺だけなの盛り上がってんのみたいになったっていう
すごいね、あの悲しい思い出があるんですけど、ね、でその時にやってた揚げ曲っていうのが一番最初にね、あの毎回あのライブでやってた曲で、それをね最後に持ってきて終わろうと思います。本日はどうもありがとうございました。レイディセンシェン、YouTube に上がってるんで、でもその時以上の盛り上がり見せましょう。 Yeah Say ho いいね。何かが始まる、いつの間にやらみんなで輪になる、もしくはいくつもの光線が交わる、何かわかんないけどまだ間に合う、マジか新たな何か、とにかく心臓が高鳴るお時間。 Ladies and gentlemen、 さあ皆さんそろそろ準備はよろしくて、お手を拝借してもらうでしょうか。Oh.